鬼木雄二は佐賀県佐賀市出身の元プロ野球選手、コーチ。社会人野球のカズサマジックに規制として在籍した鬼崎里氏は3歳年上の実刑。1990年に兄の影響を受けて野球を始める。1999年に佐賀県立佐賀工業高等学校へ進学し遊撃手に転校。高校時代は甲子園出場はなかった。 2002年に関東学院大学経済学部へ進学すると春からベンチ入り、秋からレギュラーをつかんだ。2003年の全日本大学野球選手権大会に出場するなど大舞台の経験を積むと2005年には春季リーグで MVP を獲得し、匠守のドラフト候補として名前が上がった。しかしこの時点では指名されず、 社会人野球の富士重工業へ入団した。4年時は1年下の原拓也とに勇敢を組んで、遊撃手で春秋と、原共にベストナイン。夏には1番、遊撃手のレギュラーを獲得。第77回都市対抗野球大会1回戦では、敗戦したもののに安打を放つ。そして秋の、第33回社会人野球日本選手権大会では、 全試合で一番、遊撃手として、チームの16年ぶり2度目の優勝に貢献、大会優秀選手を獲得した。2007年、2年続けて、第78回都市対抗野球大会、第34回社会人、野球日本選手権大会に出場した。同年11月19日のドラフト会議において、東京ヤクルトスワローズから3巡目で指名され、 推定契約金7000万円、年俸1200万円で契約し、入団。背番号は46。2008年は、オープン戦で結果を残すことができず、2月25日に、早々と降格が決定。結局開幕1軍入りは果たせなかったが、教育リーグを経て4月4日に、川島慶像と入れ替えで、初めて昇格した。 4月5日の対中日ドラゴンズ戦でプロ初出場。9月27日に開幕したハワイウィンターリーグでは高井遊兵と共に派遣されワイキキビーチボーイズに所属した。ヤクルト時代2009年も開幕を二軍で迎え、ファームでも打率。241.3本塁が37打点に終わったが9月19日に昇格。 23日に初先発出場すると、プロ初安打と初打点を含む4打数3安打に、打点の活躍でヒーローインタビューを受けた。その後も起用され、最終的に15試合の出場ながら打率。356.2本塁打、8打点で、球団初のクライマックスシリーズ出場に貢献した。同年10月3日の対阪神タイガース戦、プロ初本塁打を放った。 2010年は開幕一軍入りを果たす。4月3日の対横浜戦では、一軍で初めてとなる三流医師としての出場を記録する。このシーズンは、出場試合数、打席数ともヤクルト在籍時では最多だったものの、レギュラーダッシュには至らなかった。オフの2011年1月23日に入籍した。2011年5月24日。 小野寺力とのトレードで埼玉西部ライオンズへ移籍することが発表された。背番号は56。8月4日の対楽天戦で移籍後初出場。西部での出場は2試合で終わる。2012年、開幕1軍入りを果たす。4月8日の対ソフトバンク戦で1軍で初めて2塁の守備についた。9月22日の対日本ハム戦、1点差を。 追う8回に、無視一二塁で、ホセオーティズの代打で登場し、ツーストライクと追い込まれた状況で送りバントを決め、その後チームが逆転したということから移籍後初のお立ち台に上がり、試合後に根性でバントしたと話した。2013年、チームの遊撃手として開幕戦以降数試合は2年目の長井京平が、その後4、5月は主に新人の金子雄志が、 先発出場を重ねたが、自身は主に7月からシーズン終了まで先発出場を重ね、最終的に自己最多の105試合に出場した。オフに背番号が4に変更された。2014年4月5日の対オリックス戦で1、軍では初めて一塁手としての出場。同月9日のソフトバンク戦で右すねに自打球を当て、 打撲のため11日登録を抹消される。しかし実戦復帰は大幅に遅れ、一軍での出場は8月22日になってからで、あった。実際には骨座症の重症であったという。2015年11月20日に、背番号が5に変更されることが発表された。2017年は、ルーキーの源田壮介が遊劇手として全、 試合フルイニング出場したことなどを背景に、プロ入り後初めて一軍出場なしに終わった。10月6日に、球団から戦力外通告を受け、20日に任意引退公示された。21日には、二軍育成担当の球団職員に就任することが、球団から発表された。2021年からは新たに二軍、内野守備総類コーチに就任予定で、指導者として活動する。 俊足、高打、剣手が持ち味の内野手。ヤクルト時代は1軍と2軍を行ったり来たりしていたが、西部に移籍後は出番をつかんだ。完全に、レギュラー定着とはならなかったが、縁の下の力持ちとして、チームに欠かせない存在であった。ありがとうございます。